ナビできたらちょっと迷いましたが、こちらが宝生寺ということで、たどり着きました。こちらが山門ですので、ちょっと入ってお参りをしたいと思います。右にお地蔵さんがいて、ちょっと像がいっぱいあるところですね。ちょっと行ってみたいと思います。あ、すごいです。これは何、七福神ですかね、がありますね。本堂はどっちなんでしょうか。こっちなんでしょうか。あ、七福神が、なんかご利益のありそうな七福神。こちらが駐車場なんですね。こちらに止めればよかった。ということで、今お参りを終えまして、右手にお家がありましたので、そこで、声をかけたら、うまく出てきていただけまして、ご主人賞をいただきました。こちらは65番目の、お寺宝生寺というそうですが、こちら山門なんですけど、右手に大きな駐車場がありましたね。ちょっと分からなくて山門の前に止めてしまったんですが、こちらに駐車場大きいのありますが、ここに入ってくるまでに結構細い路地なので、車がすれ違いできないような路地なので、ちょっと注意した方がいいと思います。ということで、宝生寺でございました。どうもありがとうございました。あ、こちら、七福神の方たちをちょっと撮って、ありがとうございます。終わりたいと思います。